元気が出る大チャンネルをご覧の皆さん、北川大輔です。今僕たちは関越自動車道熊谷方面に向かって走っています。第1回花の街芸術鑑賞会。ガーデンパレスホテル熊谷でディナーショーなんですけど、鴻巣ロードネット牛久保正夫会長の主催によるボイストレーナー伊藤佳子先生プロデュースの会なんですね。鴻巣、熊谷、行田。もうこの辺は花の街として有名ですよね。クラウンレコードの後輩、千里ちゃん、司学くん、星智香さん、平山八重さん、朝霧彩さん、水瀬蘭くん、豊田美恵子さん、田中圭人くんと楽しいイベントになると思います。今日は司会は青空キュート師匠なんですね。それではスタートです。大チャンネル。荒川を渡っています。ここから熊谷市に入ります。ホテル到着です。今日の会場はホテルガーデンパレス、こちらになります。素敵なホテルですね。楽しみです。会場到着です。これから行ってきます。はい、飛んだ隠れた。はい、いらっしゃい。さあ、それではまた帰ります。お世話になります。綺麗なホテルですね。こちらですね。第1回花の街芸術鑑賞会ディナーライブ。やっぱりこう熊谷、ほら桜がこうやって綺麗な彫り物がしてありますけど、いいですね。すごい。ホテルの外は中庭が息もある。素敵ですね。楽屋になります。こんな感じです。綺麗な部屋ですね。ありがとうございます。さあ、今日の衣装ですけれども、今日は最初は白。そしてその次がこの紫。その後が花の街ということで、ちょっと花柄の衣装を用意してみました。ネクタイは、じゃあいつものように、大ちゃん頑張れですね。はい。頑張ります。青空キュート師匠の楽屋になります。トントン、おはようございます。お世話になります。ショーおはようございます。よろしくお願いします。嬉しいですね、ご一緒できて。今日はよろしくお願いします。しょっちゅう会いますね。嬉しいです。もう結ばれてますもん。ご縁を感じます。ありがとうございます。あるから結ばれて。よろしくお願いします。今日は第1回ということで。そうそう。記念すべきは第1回。花の街芸能鑑賞会。これ意味がね、立ち上げの皆さん、意味があるんですよ。はい。ステージで僕は説明しようと思います。楽しみにしてます。はい。一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。イエーイ。リハーサルが始まってます。ありがとうございます。以上になります。お花が届いています。綺麗な花ですね。いいですね。そして三河健一さんから届いています。おはようございます。伊藤佳子先生です。おはようございます。今日はよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。今日はミュージシャンとしてもピアノを叩かれたりとかします。じゃあ楽しみにします。よろしくお願いします。すごい会場ですね。すごい会場ですね。すごいですよね。楽しみです。はい、じゃあお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。伊藤佳子先生でした。ラインナップです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、自己紹介してもらいます。さとちゃんです。はい、さとです。よろしくお願いいたします。司学くんです。司学です。よろしくお願いします。星智香さんです。よろしくお願いします。平山八重さんです。平山八重です。お願いします。朝霧彩さんです。朝霧彩です。よろしくお願いします。宮下段君です。宮下段です。よろしくお願いします。宮下美恵子さんです。よろしくお願いします。田中圭人君です。よろしくお願いします。今日このメンバーで頑張ります。えいえいおー。楽屋から見える中庭綺麗でしょ。赤い橋があってねえ、日本庭園最高ですよね。さすがガーデンパレス、名前の通りですね。見て、今日本当にいい天気です。気持ちいい。お弁当タイムです。じゃーん。どんなお弁当だ？ギャー！豪華だー！すごい！すごい美味しそう。わおー。ね。いただきます。エビフリアイース。うん。あ、うまそう。カニの爪。イエーイ。お、ケーキのような卵焼き。うん。うん。うん、おいしい。でも柔らかい。栗ご飯。もうこの季節最高だね。うん。あ、甘い。おいしい、これ。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。これで頑張ります。さあ、それでは始めましょう。みんな頑張りましょう。せーの、おー。皆様、お待たせいたしました。記念すべき第1回目の公演になります。花輪町芸能鑑賞会へようこそご来場いただきました。お礼申し上げます。そして北村大輔です、今日はお招きいただきましてありがとうございます。そしてご参加いただきました皆様本当にありがとうございます。今日は熱く気合い入れてみんなで力を合わせて素晴らしいステージを務めたいと思っております。よろしくお願いします。ではよろしくございますか。乾杯の発声をさせていただきます。せーのしたら乾杯いきますからね。せーのしていきますからね。本日はお招きいただきましてありがとうございます。今日いらっしゃる皆様方のご健康とご健勝とご多幸を祈念させていただきながら、またご参加できなかった皆様方のご不幸をお祈りしながら、それでは乾杯させていただきます。せーの、乾杯。物語をお届けします。気がつくと飛んできて先生の胸に顔をうずめて叫んだ。あ、お母さんの匂い。今日は素敵なクリスマスだ。届いたカードは結婚式の招待状だった。母の席に座ってください。色に負けずはですね、この街、素晴らしい会をお招きいただきましてありがとうございます。鴻巣、そして熊谷、この界隈の皆様方にはたくさんお世話になっておりまして、今日は楽しみに来させていただきました。ご紹介させていただいてですが、伊藤佳子先生です。もうボイストレーニングでは日本一、プロの歌手を3000人を育てた方でいらっしゃいます。今も里見浩太郎さんであるとか、三川健一さんであるとか、岡みどりちゃんであるとか、みんな先生を頼っております。北川大輔もその中の一人です。今日はこの企画にお招きになりまして、本当に光栄でございまして、よろしくお願いします。楽しんで帰りたいと思ってます。ありがとうございます。番組を30分の番組をずっと7年やらせていただいて、で準備できるわけでございまして、今日一緒に来ていただきました。無事にイベント終わりました。佳子先生、素晴らしかったな。いや、皆様素晴らしい。先生はずっと終始ピアノをずっと弾かれて、今日は朝からリハーサルか何か全部仕切りがなくて大変でしたね。10時からです。本当にお疲れ様でございます。ちいちゃんもお疲れ様でした。楽しかったね。楽しいイベントありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。この動画が良かったと思われる方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。